かける。諦めて多分いかん。うわっ、てや、はぁ、よっしゃ、ほらよ。よいしょ、めんどくさ。美人は憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの上領を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったら使えるやつだといいな。
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説明はそれからだ。オオカ、案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ、鬼との戦の最前線だ。もっとも普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。ついてきて。おお、君は東の地の出身か。あの辺りはむごい状況だと聞いている。よく中津国に来てからまだ日は浅いのか。なに、すぐ慣れる。さて、君の家だ。君が来るというのでな、急いで手入れをした。なかなか骨が折れたぞ。冗談だ、そんな顔をするな。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが、不足がないか確認してくれ。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな、何かと不自由を強いるかもしれん。まあうまくやってくれ。さて、じゃあ次は。来たか。すまないが一緒に来てくれ。戦の時だ。お頭、遅くなりました。敵は雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。早速だが、お前にも働いてもらおう。オオカと共に里に迫る鬼を撃て。モノノフを名乗るに足るか、その力試させてもらう。ふん、いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて人の世を守らん。行け、そして生きて戻れ。着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常だ。8年前の大曲時以来、私たちは戦い続けている。この世にあふれ出た異形の鬼と、奴らは人の魂を喰らい、時の因果を壊してこの世を異界に作り変えている。
木の本の大半はすでに異界に沈んだ。もういくつ里が滅ぼされたかわからん。あの美しかった森も今や歪んだ平安の世界に変わってし、人の住まう地をこれ以上侵させるわけにはいかない。一匹残らず殲滅するぞ。よし、で任務に出るときはそこの受付で記帳していくのが決まりだ。詳しい話はユウに聞いてくれ。はじめまして、私ユウ、ここで皆さんにお願いする任務を管理しています。任務を受けられる際はこちらに記帳していってくださいね。戦場にはそこの出口から出発できます。突然の任務大変だと思います。どうかご無事で。何時に英雄の導きがあらんことを。こんにちは。そして、ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。我ら鬼を撃つ鬼とならん。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それも物の負の務めだ。気をさんじるな、まだ来るぞ。
我は無明の闇より解き放たれ、これよりは何時と共にあり。驚いたな、御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂、心強い我らの味方だ。誇るといい、御霊と心を結べるのは才あるもののふの証なのだから。任務達成だな。御霊と魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、モノノフとな。鬼を撃つは定めか。初陣で御霊を宿したのは君が初めてだ。君が鬼から解放したのが誰の御霊かわかるか。源の頼光。平安の時代に鬼を撃った英雄、君にふさわしい御霊だ。モノノフは歴史の影防止、人知れず鬼を撃つ影の存在。御霊と魂を結び、異能の力を振るう者、君はその一人となった。覚悟しておくことだ。これから忙しくなる。さあ、お頭に報告に行くぞ。誰？噂の新人。そ、御霊。御霊のことなら私が専門。
御霊の声が聞こえ、あ、御霊は武器に宿すもの、持ってるだけでは力を貸してくれないから。鬼を撃つは定めか。装備はわしが鍛えてやる。簡単に死ぬんじゃねえぞ。しっかり戦ってきな。何のようだ。
あなたは噂の新人の方でしたか。僕は秋水。もっと何かわからないことがあれば何なり。あなたはどことなく変わった雰囲気をお持ちで、滅びに見入られたこの世界であなたがどう生きるのか楽しみにしています。
千里の道も一歩からだ。